元行は、白木の下言宗の僧侶である。白木上土教の先駆者。属性は説、名前は、受け道、神道である。白木の大領軍に生まれ、二十九歳の時に、交流寺で出家。高林寺の法蔵に下言を学ぶ。教学と論争に優れた人物であった。六百五十年、義将と共に、唐に渡ろうとしようとしたが、高栗軍に阻まれ失敗した。 661年また偽証と塔に渡ろうとしようと、舌が塔工場の古塚に留まっている時に偶然に骸骨に溜まった水を飲んで、真理は遠くにあるものではない。枕元で甘く飲めた水が起きた後に骸骨に溜まっていたことを知った時、気に触り吐きたくなった。だが、世の中への認識は心にこそあると悟って帰ってきた。その後は、気音楽の研究に専念し、 240巻もの著作を成した。ある日、元赤月が町で、誰、元五つ顔の我が尺師天中という歌を歌った。誰も意味がわからなかったが、ブレツ王だけは意味を理解し未亡人だった、用意しみやの講師を嫁がせ、彼女は、雪里氏を生んだ。その後、元赤月は、小小児と名を変えて、芸人が与えた久子に、無下という名をつけて、歌を作って、 仏教を庶民に普及させた。弟子の新章が日本に、華厳宗を伝えたため、東大寺をはじめとするなんとの諸寺院で、もてはやされるようになり、鉱山寺にある、華厳演技には、元行にまつわる、様々な伝説が語られている。ありがとうございます。